バールーフデスピノザ、バールーフデスピノザ、バルフデスピノーザ、1632年11月24日から1677年2月21日は、オランダの哲学者である。ラテン語名、ベネディクトゥスデスピノザ、ベネディクトゥスデスピノーザでも知られる。デカルト、ライプニッツと並ぶ17世紀近世合理主義哲学者として知られ、 その哲学体系は代表的な半身論と考えられてきた。また、関東、フィヒテ、シェリング、ヘーゲルラドイツ関連論やマルクス、そしてその後の大陸哲学系現代思想へ強大な影響を与えた。スピノザの半身論はシンプラトン主義的な一元論でもあり、後世の無心論、半身論論争なども参照や唯物論に強い影響を与え、または、 思想的準備の役割を果たした。生前のスピノザ自身も無神論者のレッテルを貼られ遺憾死され批判を浴びている。スピノザの肖像は1970年代に流通していたオランダの最高学面のセンギルダー紙幣に描かれていた。アムステルダムの裕なユダヤ人の貿易商の家庭に生まれる。両親はポルトガルでのユダヤ人迫害から逃れ。 オランダへ移住してきたセファルリム。幼少の頃より学問の才能を示し、ラビとなる訓練を受けたが、家業を手伝うために高等教育は受けなかった。伝統から自由な宗教観を持ち、神を自然の働き、あり方全体と同一視する立場から、当時のユダヤ教の信仰のあり方や、聖典の扱いに対して批判的な態度をとった。 おそらくそのため1656年7月27日にアムステルダムのユダヤ人共同体からヘーレム、ハモン、追放にされる。狂信的なユダヤ人から暗殺されそうになった。追放後はハーグに移住し、転居を繰り返しながら執筆生活を行う。1662年にはボイルと小石に関して論争した。1664年に オランダ共和派の有力者、ヤンデウィットと信仰を結ぶ。この交際は、スピノザの政治関係の著作執筆につながっていく。この前後から代表作、エチカの執筆は進められていたが、オランダの政治情勢の変化などに対応して、進学、政治論の執筆を優先させることとなった。1670年に、匿名で、版元も偽って、進学、 政治論を出版した。この本は、聖書の解読と解釈を目的としていた。しかし、1672年に、ウィットが虐殺され、この折には、スピノザは、生涯最大の動揺を示したという、野蛮の極地、ウールティミー・バー,アーバー・オラムとスピノザは掲をした。1673年に、プファルツ選定校から、 ハイデルベルク大学教授に招聘されるが、施策の自由がかえって脅かされることを恐れたスピノザはこれを辞退した。こうした高い評価の一方で、1674年には進学・政治論が禁書となる。この影響で、翌1675年に完成させたエチカキ科学的秩序によって証明されたの出版を断念した。同書は、 執筆に十五年の歳月をかけた、スピノザの思想の総括である、スピノザ没後友人により六百七十七年に、刊行された。また、その翌六百七十六年には、ライプニッツの訪問を受けたが、この二人の大哲学者は、互いの思想を折り返し合うには至らなかった。肺の病、肺結核や、軽肺症などの説があるをわずらっていたため、その翌年スヘフェニン編。 ハーグ近くで44歳、1677年の短い生涯を終えた。遺骨は、その後廃棄され墓は失われてしまった。ハーグ移住後、スピノザは、レンズ磨きによって、生計を立てたという伝承は有名である。なお、スピノザは、貴族の友人らから提供された年金が十分にあったとも言われるが、これは、スピノザの心情に合わない。 スピノザのレンズ磨きは、成型のためではなく、学術的な探求心によるものだというのも仮説に、過ぎない。生前に出版された著作は、1663年の、デカルトの哲学原理と、匿名で出版された1670年の、神学、政治論、トラクティスピーロジェ・コパリ・タカスだけである。知性改善論、トラクテタスでインテレクッチズ・エメンガチオネ国家論、 エチカその他は、ヘブライ語文法公用、コンアムクロマーティススリングイーヒーブリなどと共に、没後に異行集として出版された。これは、部分的にスピノザ自身が出版を見合わせたためである。以上の著作はすべてラテン語で書かれている。異行集の中の神、人間及び人間の幸福に関する単論文、コーテバーハンドリングファンゴット、 デメンシュエンディセルブスウェルシタンドはオランダ語で書かれているが、これは友人が、ラテン語の原文をオランダ語に訳したものである。スピノザは日常会話にはポルトガル語を使い、オランダ語には堪能ではなかった。スピノザの哲学史上の先駆者は、会議の果てに我を思うゆえに我があり、小義とアーゴ住むと語ったデカルトである。これは推論の形をとってはいるが、 その示すところは、死する私が存在するという自己意識の直角である。会議において求められた確実性は、この直角において見出される。これを、スピノザは、我は死于しつつ存在する、エゴスム・コジティンズと解釈している、デカルトの哲学原理。その思想は、初期の論考から、晩年の大作、エチカまで、ほぼ一貫し、神即自然。 デウスサイブ・ナツウラの概念、この自然とは、動植物のことではなく、人や物も含めたすべてのことに代表される、非人格的な神概念と伝統的な自由維持の概念を知り添ける徹底した決定論である。この考えは、キリスト教神学者からも非難され、スピノザー無神論者として攻撃された。一元的半神論や、農産的自然という思想は、 後の哲学者に強い影響を与えた。近代ではヘーゲルが批判的ながらもスピノザに思い入れており、唯一の実体という思想を自分の絶対的な主体へ発展させた。スピノザの思想は無神論ではなく、むしろ神のみが存在すると主張する無世界論、アコスミズマスであると評している。フランス現代思想のドゥルーズも、その存在論的な観点の現代性を見抜き、 スピノザと表現の問題、スピノザ、実践の哲学などの研究書を刊行している。代表作、エチカは、副大の幾何学的秩序によって論証されたという形容が表しているように、何よりその中身が如実に示しているように、ユークリッドの幾何論を彷彿とさせる定義、公理、定理、証明の一大体系である。それは、まさに、QED。 これが証明されるべき事柄であったを示す、ラテン語の略の壮大な羅列であり、哲学書としてこれ以上ないほど徹底した演劇を試みたものであった。この著作においてスピノザは、限られた考慮及び定義から出発し、まず一元的半身論、ついで精神と体の問題を取り上げ、後半は現実主義的とも言える倫理学を議論している。ここでは、 刑事上学的な第一部と第二部の概要を主に記述する。デカルトは神を無限な実体として世界の根底に設定し、そのもとに精神と身体、物体イコール延長という二つの有限実体を立てた。しかし、スピノザによれば、その本質に存在が属する実体は、ただ神のみである。スピノザにおいては、一切の完全性を自らの中に含む神は、 自己の完全性の力によってのみ、作用元であるものである、自己原因。言い換えれば、神は、超越的な原因ではなく、万物の内在的な原因なのである。神とはすなわち自然。この自然とは、植物のことではなく、人や物も含めた全てのことである。これを一元論、半身論と呼ぶ。神が、唯一の実体である以上、精神も体も、 唯一の実体である神における二つの異なる。属性、神の本質を構成すると我々から考えられる一、側面としてのシート延長とに他ならない。また、神の本性は絶対に無限であるため、無限に多くの属性を抱える。この場合、諸産的自然としての諸々のもの、有限者、あるいは個物は全て、農産的自然としての神なくしてはありかつ、 考えられることのできないものであり、神の変状ないし神のある属性における要体であるということになる。スピノザは人間精神を構成する観念の対象は現実に存在する体であると宣言する。なぜなら延長するもの及び死するものは神の属性の変状である以上、二つは同じものの二つの側面にほかならないからである。これによって、 心身の合一という我々の現実的なあり方を説明できるとスピノザは考えた。精神の変化は体の変化に対応しており、精神は体から独立にあるわけではなく、体も精神から独立となり得ない。体に線だって精神がある、唯心論のでもなく、精神に線だって身体がある、唯物論のでもない。いわゆる同一存在における、 心身平行論である。その上、人間の体を対象とする観念から導かれうる、ものだけを認識し得る人間の有限な精神は、全自然を認識する、ある無限の知性の一部分であるとしており、この全自然を、相念的オブジェクティブに、自己の内に含むところの支示する無限の力、パトンシャニャフィニータコジェトンディによって形成される個々の思想と、 この力によって還元された自然の中の個々の事物とは同じ仕方で進行するとしている。すなわち死という側面から見れば自然は精神であり、延長という側面から見れば自然は体である。両者の秩序、精神を構成するところの観念とその対象の秩序は同じ実態の二つの側面を示すから一致するとしている。スピノザはデカルトとは異なり、 自由な意志によって感情を制御する思想を認めない。むしろ、スピノザの心身合一論の直接の帰結として、独立的な精神に宿る自由な意志が主体的に受動的な体を支配するという構図は棄却される。スピノザは、個々の意志は必然的であって自由でないとした上、意志というもの、理性の有を個々の意志発動の原因として考えるのは、 人間というものを個々の人間の原因として考えると同様に不可能であるとしている。また観念は観念である限りにおいて肯定外し否定を包含するものとしており、自由意志と解される表彰像、言語は実は単なる体の運動であるとしている。スピノザにおいては表彰的な認識に依存した受動感情、動揺する情念を破棄するものは必然性を把握する。 理性的な認識であるとされている。我々の外部にある事物の能力で定義されるような不充前な観念、記憶力にのみ依存する観念を去って、我々固有の能力にのみ依存する明瞭を判然たる、充前な諸観念を形成することを可能にするものは、スピノザにあっては理性的な認識である。その上、我々の精神は、それ自ら及び体を永遠の層の下に、 サブスピーシエイテアニーターティス認識する限り、必然的に神の認識を有し、自らが神の中にあり、インデオエッセ、神を通して考えられる、パーデイアムカンジッピーことを知ることから、人間は神への知的愛に達し、神が自己自身を認識して満足する無限な愛に参与することで、最高の満足を得ることができるとスピノザは想定する。上の議論は、 この自己保存衝動を否定しているわけではない。各々が存在に固執する力は、神の性質の永遠なる必然性に由来する。欲求のもとは、神のありかつ働きをなす力に由来するこの自己保存の粉ゥス、衝動であることをスピノザは認めた。しかし、その各々が部分ではなく、全体とみなされる限り諸物は相互に調和せず、万人の 万人に対する闘争になりかねないこの不充禅な、粉ゥスのカオスを従前な方向へ導くため、全体としての自然、神の必然性を理性によって認識することに、自己の本質を認め、またこの認識を他者と分かち合うことが要請される。上述のエチカの議論によれば、理性は確かに感情を投与できる。とはいえ、すべて高貴なものは稀であるとともに困難である。 感情に従属する現実の人間は、闘争においては仲間を圧倒することに努め、そこで勝利した者は自己を益したより他人を害したことを誇るに至る。他人の権利を自己の権利と同様に守らねばならないことを教える。宗教は、感情に対しては、無力なのである。いかなる感情も、一層強い反対の感情に制止されるのでなければ、制止されるものでないとする立場からは、スピノザは、 国家の権能によって人民が保護されることが必要で、あるとする。そしてそのためには、親民を保障の希望ないしは、刑罰への恐怖によって従属させることが必要で、あるとしている。確かに精神の自由は、個人の徳ではあるが、国家の徳は安全の中にのみあるからである。統治権の属する会議体が全民衆からなるとき、民主政治、若干の先民からなるとき、貴族政治。 一人の人間の手中にあるとき君主政治と呼ばれる。この統治権、あるいは共同の不幸を排除することを目的として、立てられた国家の法律に自ら従うような理性に導かれるものばかりではない現実においては、理性を欠いた人々に対しては、外から自由を与えることが法の目的であるとしている。また、言論の自由については、これを認めないことは、 人法精神を失わしめ、生態を不安定にするとしている。また、スピノザの政治思想の特徴は、その現実主義にある。政治への理想を保持しつつ、現実の直視を忘れないその姿勢は、幾人ものオランダ共和国の政治家との交流から、得られたものと考えられる。スピノザの半身論は、神の人格を徹底的に棄却し、理性の検証に耐えうる。 合理的な自然論として与えられている。スピノザは無神論者では、決してなく、むしろ理神論者として神を、より理性的に論じ、人格神については、これを民衆の理解力に適合した人間的和法の所賛であるとしているキリスト教については、スピノザとしては、キリストの復活は、信者たちに対してのみ、その把握力に応じて示された出現に他ならないとし、またキリストが、 自分自身を神の宮として語ったことは、言葉は、肉となった、ヨハネという動とともに、神が、最も多くキリストの中に権限したことを表現した、ものと解している。また、徳の報酬は徳そのものであるとする立場からは、道徳律は、立法としての形式を神自身から受けているか否かに、かかわらず神聖かつ有益であるとしており、神の命令に対する不本意な礼俗とは対峙される。 ところの人間を自由にする者としての神に対する愛を推奨している。また神をその正義の行使と隣人愛によって尊敬するという意味でのキリストの精神を持つ限り何人であっても救われると主張している。カール・ポッパーはスピノザの哲学を本質主義として批判している。ポッパーはスピノザの著作エチカやデカルトの哲学原理は いずれも本質主義的な定義に満ち溢れ、しかもそれらの定義は手前勝手で的外れの仮に何らかの問題がそこあった限りでは問題回避的なものだと批判した。また、スピノザの幾何学的方法、モレゲオメトリコと幾何学の方法との類似性は全く上辺だけのものとしている。ポッパはスピノザと異なり、カントは本当の問題と取り組んでいると評価している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。